ピセラ TV のぶです。いや行ってみよう。はい、じゃあ 足ですね。足、一番足が疲れが出やすいのってどういう感じですか、ね、最近はね、足首が本当典型的に、足首そうなんか、だから人体なのかね。まあでもお疲れっていうのかもしれないし、なんかとにかく足が疲れる、首が疲れる。この前なんかね、足、まあ、骨飛び出してきたんじゃないぐらい足痛くなっちゃって、それはきつい。うん、多分ね、なんだろうな、あの辺なんだよな、舟状骨とか、ちょっとマニアックなところだよね。なんか胸骨とかさ、小骨とかわかるけど、そのもっとちょい手前ぐらいなんだよね。足でも結構大丈夫ですね。前よりはいいね。前だってこのぐらいしたらギャーって。多分そうだよね。体重も落ちてきてるし、筋力も増えてきてるので、多分楽になってくるんだね。あとやっぱ骨盤底筋じゃないですかね。スクワットね。スクワットで。シコワットだっけ。シコワット。右左どっちが痛くなるとかありますか。痛くなったのは左。なんか足って、結構その足首であれば仰向けの方がやりやすいんですよね。じゃあ仰向けしましょうか。ちょっと張って、すごいいい感じ。仰向けありましょう。はい、ネクスト。あ、でもなんか足は乗っけてやるのが一番ですね。あ、いや、どうしてる？やっぱり優先のところから、はい、で手を逆さにしてこうやると、まあ、肘ロックかかるから、結構力入れますよね。あ、なるほど。うん、あ、なるほど。まあ、結構強めに入ってます。そうですよね。まあ、やっぱ今30分で施術するっていうのを繰り返してるんで、あ、30分ぐらい多いんだ。30分しかできない。肛門マッサージのね。そうそう、そうすると30分っていうと何回も押せないんだよね。あ、だから割とこう一発でギリギリまでやられると。足裏に関してはでもかなり人によりますね。すごい痛がる方もいるし。あ、うん、そっか。でもなんかやっぱ指回すのっていうのですよね。あ、痛い。いや全然痛くないけど、お年寄りの人ってその指も硬いのかな。なんか硬くなっちゃってるし、やっぱり状態が悪くなっていく人は硬い。硬い。結構こうやった時に中足骨が動かない。動かないんだ。私は多分動いてる。で、動かすときにくるぶしの下のところ、そこを縛ってるところを俺が、ここを止めながら、こう例えばちょっと今外側寄りに小指寄りのところに親指を止めつつ回して、で反対も回すでしょ。はい。今ミッキーが触ってる親指じゃない人差し指の方側が痛くなった。で。今度は反対側のところにこう親指側の方に大きく動かしながら、あ、いいね、楽したね。で反対に回して、でちょっとこれ今この持ってた幅からちょっと狭くして、くるぶしの下じゃなくて今度くるぶしの斜め前というかのところに止めて、で反対に回す。で真ん中、真ん中親指で、で、ここ硬いじゃんね。これはもう、こう、背屈して。ああ、それはやっぱり硬いのかな。やったら、今度はくるぶしの上、上のとこ止めて、微妙に動くんで。
開いちゃってるところとかが足の痛みの原因になるから締めてる。はい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 、うん、あ、締めることで湾曲ができる、ね、うん、そうそうですね、うん、映りにもよるけど私の腕の筋肉が筋すぎて気持ち悪いモリモリそうで、まあ、中指のところでストレッチかけて今度は親指に変えてストレッチ、その後ろでハピオ君が見守ってる小指をストレッチで指もストレッチ、指だけで来ました、ね、うん、これ手軽でいいですよ解除式になりそう、ね、本当は両膝でやるんですよ、はいはい、うん、両膝でやる、本当はお休みなんかね、あ、今日疲れたなと思ったら両膝でこうやってやれば楽じゃん、お休みできるじゃん私この時、あ、ふくらはぎもほぐれてるし前傾も変わってる、そうそうそう、なるほど、うん、立てるでしょ、自分は単純にこう揉んだりとか、うん、できるとは思うんだけど、あ、私でも結構最近膝は痛くないやり方で、裏のとこ4指でこうほぐして、はいはい、4指でまずこう裏ほぐします、ちょっと太もものこのね、関係がまくとか、うん、なんか腱がワイヤーみたいになってるとことか見つけたりとかもここでできるし、はいはい、やりつつちょっとちょいほぐしでさする、触ってほしいところだよね、それね、うん、膝の上あたりね、で列撃のところら辺に親指かけて、何筋、列撃、あの骨の関節の、うん、でそこにこう隙間作ってあるね、はい、やればコリコリ、ちょっとコリコリ言うね、これでいいね、でやったら親指でもやるんだけど、そしたら手根に変えて手のひらでやって、はいはい、もう揉んでいく、ちょっとずらしながら、これ膝痛い人とかいいかもね、え、そっか、だからこうちょっとこうまんべんなく揉んで、さするってやついいよね、いいね、うん、その時さする時にももとかはここの上前腸骨曲とかまで行くイメージ、うん、中だとねちょっと難しいかもしれないけど、うん、ここだったらね行っても問題ない、はい、で立てていったらもものとこの、うん、そうしたらいい、なんか四頭筋とかだったら肘でガッといけそうな感じするんだけど、うん、掴んでゴリッと、ここ硬い、腰痛の人でここ硬いよね、はい、うん、少しでも面白いとか役に立つと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。